皮を剥いていきます。皮を剥いていきます。皮を剥いていきます。スライサーで切っていきます。水をつけていきます。水をつけてちょっと洗って、じゃがいものアクが出てくるので一回水を流して洗います。3回ぐらいかな、やれば OK。たら水を切って、キッチンペーパーに乗せていきます。先ほどの水分取ったじゃがいもたちを160度の油で、水分が抜けるまで煮ますね。時間長いですね。いい感じ。じゃがいもの水分なくなったら、揚げていきます。こんな感じで永遠にやっていきます。じゃあここに曲がったポテトチップスを入れて、味付けていきます。じゃあこれをここに入れていきます。カレー塩、あ、戻ってきた。次は海苔塩を作っていきます。ボウルに入れて、海苔、